Ce que j'aimerais bien, c'est sentir le... Que là, avec les petits gants bleus, là. Sentir le crâne de quelqu'un là-dedans. Sentir le crâne de quelqu'un là-dedans. Jérôme Levan, 衝撃的な KO シーンを連発する K1 で最も危険な男。 K1 の総大将としてただ勝つだけではなく完膚なきまでに相手を叩き潰さなければ気が済まない。 Il peut se passer donc qu'ils viennent, qui s'assient bien, qui mettent leur ceinture de sécurité, on va décoller. Yasuda Tadao, 38 ans, et d'ailleurs, il m'a dit que je ne suis pas un homme. Au monde de la Sécurité, je suis un homme. Gamble de la Sécurité, je suis un homme. J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 e suis un 父親という肩書きを失っても心の中にあるのは離れて暮らす娘の存在。父親らしいことしてませんから。<笑>したいなって。娘に自分の勇姿を見せたい。その一心で厳しい特訓をこなした安田。久々に再会した娘に渡したのはこの日のチケット。絶対勝つから。約束破れないね。 頑張りたいと思います。はい。不器用な男が娘と交わした約束の結末は果たして。愛する娘との絆を取り戻すため、安田が一世一代の晴れ舞台を迎える。それではここでちょっと控室の模様を見てみたいと思います。猪木軍サイド TBS の豊田アナウンサー。 はい、こちら、この後試合が控えている安田選手の控え室前なんですが、安田選手、会場入りから、割とリラックスした雰囲気でした。そうやって取材にも応じてくれたんですが、試合のことを考えると緊張するから考えないようにする、あとはやるだけですとおっしゃってたんです。なるべく自分をリラックスした状態にしようとしているといった気配が伺えました。そして現在別居中の娘さんについてなんですが、試合会場にいらっしゃってます。そして控え室にも先ほどいらっしゃって、リラックスしようとしている安田選手 選手の表情より和らげていました。ですが娘さんが去った後はやはり娘さんとの対面があったからでしょうか、より気合が入ったという表情に安田選手変わっていました。こちらからは以上です。はい、豊田さん、ありがとうございました。桜庭さん、はい、これはやっぱりもしかしたらって感じが安田の中にありますよね。そうですね、やっぱり頑張ってもらいたいですね。ねえ、ものすごい出番だという相手ではありますが、さあ一方、カエス刀で K1 最強軍、聞いてみたいと思います。TBSの山内アナウンサー。はい、こちらはジェロム・レバンナ選手の控室前です。K1最強軍の選手は15時に揃ってバスでこちらに来たんですけれども、なんとなくジェロム・レバンナ選手、最初硬い表情に見えたんです。ただこちらから調子はどうだというふうに伺ったところ、 グッドと一言言っていました。でその後なんですけれども、リングチェックもあっさりと一番最後に来て、一番最初に戻ってしまうほど本当にあっさりと帰ってしまいました。そしてその後は同じフランス人の、シリル・アビディ選手の控室を訪ねまして、陣中見舞いというのでしょうか、4年来の知り合いらしいんですね。そこで名古屋かに談笑をしていて、本当にリラックスしたムードで今を迎えています。 この物語は一枚のチケットにまつわる父親失格の格闘家と彼が愛する娘とのドキュメントである。安田忠雄、38歳。彼はかつて大相撲の世界にいた。高野富士のしこ名で三役まで昇進し、横綱千代の富士、北東湊ともに九重部屋の黄金時代を築き、その将来を嘱望されていた。しかし、 無類のギャンブル好きが災いし、多額の借金が発生。それでも博打をやめない安田に妻も愛想を尽かした。ちなみに借金推定現在、1億ぐらいですか。結局安田の結婚生活は6年間の別居の後2年前離婚という形で終わりを告げた。 そして妻と共に安田が溺愛していた娘のあやみちゃんも彼の元を去った。捨てられたっていうより、ね、それは俺の言い方であって、向こうからしてみればもう呆れ返ったんじゃないですか。安田は今家賃7万円のワンルームマンションで一人暮らし。そして愛する娘は中学3年生になった。寂しくない、その離れてる。 昔からそんなずっと一緒にいなかったし、あんま特に変わらないから、あんま好きじゃなかった。<笑>
わ。そんな父親失格の男が大晦日大きな賭けに出た。娘を試合に招待し、立ち直った父親の姿を見せる。安田は自らの勝利が親子の絆を結ぶ架け橋となることを信じているのだ。父親らしいことしてませんから。したいなんて。今ではたまにしか会うことができない娘。この日安田が綾美さんを呼び出した理由はただ一つ、大晦日決戦のチケットを渡すため。しかし、渡したの？ごめんなさい。焼肉いらないの？ないね、ステーキ。そんな、あんまお腹空いてない。じゃあマック。6年という時間の溝、いざ面と向かうと互いに言葉が出てこない。果たして安田は娘に試合のチケットを渡すことができるのか。今年8月、猪木軍の看板を背負い K1 戦士レネローゼと対戦した安田はハイキックを頭にもらい失神。壮絶な TKO 負けを喫した。試合してたの覚えてる？よし、ここはね、埼玉思い出してきた。しかしこの敗戦が安田の闘争本能に火をつけた。ローゼのリベンジを胸に秘め、11月にロスへと飛んだ安田は柔術界の実力者マルコ・ファスの元を訪ね、総合格闘技用の練習に没頭。たったこの目で取れないんですよ。有り余る才能を持ちながら、それを生かす術を知らなかった男が初めて掴んだ格闘家としての自信。しかしそんな安田も愛する娘の前ではじれったいほどに不器用な父親。試合を見に来てほしい、その一言がなかなか言えないでいた。実の親子の間に流れる何とも居心地の悪い空気。そして安田は勇気を振り絞り、この日の本題を切り出した。一応2枚あるから、誰かそういうところなら来てもいいし。絶対勝つから。とりあえず、娘はチケットを受け取ってくれた。そそくさと席を立つ綾美さん。果たして試合当日会場に姿を見せてくれるのか。その頃、猪木軍総帥アントニオ猪木の口から安田に関するある重大発表が。野郎は相撲で娘の一番取れなかったからね、今回の猪木祭の娘の一番を取らせてみたいなと思って、ね、当初レネローゼとの再戦が予定されていた安田。しかし愛弟子の著しい成長を目の当たりにした猪木は安田をメインイベントに大抜擢。しかもその相手とは K1 最強軍総大将ジェロム・レバンナ。格闘技界の歴史に残る衝撃的な KO シーンを連発し、世界最強のキックボクサーと恐れられた男。Même au sol, je me démerdais pas trop mal. Je serais peut-être surpris d'ailleurs. Bien sûr, mais il faudra s'entraîner. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est sentir le... que là, avec les petits gants bleus, là, sentir le crâne de quelqu'un là-dedans. Banna は猪木軍との全面対抗戦に備え、母国フランスで総合格闘技用の極秘練習を敢行。安田の前に立ちはだかるあまりにも大きな壁。しかし、マナ娘の来場を信じる彼は試合の前にこう決意を語った。いやもう約束破れないんで頑張りたいと思います、はい、愛する娘との絆を取り戻すため、人生土俵際ファイター安田が一世一代の晴れ舞台を迎える。果たしてそこに奇跡の勝利はあるのか。それではいよいよ最終試合に向けまして控え室をちょっと見てみたいと思います。まず猪木軍サイド、 TBS の豊田アナウンサーお願いします。はい、こちら安田選手の控え室前です。いよいよ最終戦。豊田さん、すいません、今ちょうど永田選手戻ってきましたね。はい、
選手戻ってきました。残念でしたよね。はい、続けてください。はい、いよいよ最終戦ということで、安田選手、今までは猪木軍のおまけだったけれども、今夜はメインを張らせてもらうので最高のおまけになろうと思うというふうに言っていました。そして先ほどこちらの控え室を出て行ったんですが、試合前に娘さんと控え室で少しお話をしたという安田選手、控え室を出る直前にですね、私たちの方に向かって娘を取り戻しますと一言言ってこちらを出て行きました。以上です。心の中で安田、愛情を持っているだけに娘さんを心の中で取り戻す、そんな思いがあって行ったのかもしれません。続いて山内アナウンサーを呼んでみたいと思います。山内さん。はい、こちらはジェロム・レバンナ選手の控え室前です。当初はかなり穏やかなムードで談笑などしていたんですけれども、試合が刻一刻と近づくにつれて、こちらの控え室の扉も本当に体一つ通るぐらいしか開けないようになっていきました。ジェロム・レバンナ選手、もう今となっては人と目もなかなか合わせようとせず、殺気はかなりのものになっています。こちらからは以上です。わかりました、ありがとうございました。さあ、これで猪木軍1勝、 K1 軍1勝、この後はいよいよメインイベント最終の試合、安田忠雄対ジェロム・レバンナの一戦であります。人差し指、これを天に向けて突き上げている、出てまいりました、職業けだもの、ジェロム・レバンナ。ジェロム・レバンナ、フランスにはルーブルもあれば、このレバンナもいる。横に来ているのはファンなのか、誰なのか、ご覧ください。190cm、119kg、 まさに人間狂気だ、レバンナ。今日は安田を料理して血止めのロマネコンティを浴びるのか。今夜も筋肉のワインセラー状態、 K1 が誇る破壊的ファイター、バトルサイボーグジェロム・レバンナ。風貌からしてあのフランダースの犬に出てくる狂ったパトラッシュ、ジェロム・レバンナ、風格万全であります。この肉体、大胸筋、そして二の腕、このタイツの右サイドにはマナ娘ビクトリアの名前の文字も見えています。一方安田のマナ娘もこの会場に来ている。余裕しゃくしゃくか、レバンナ。今回は寝技対策は万全、投げの練習もやってきたというバンナ、元柔道の経験もあります。ご覧ください、腹筋も割れている。腹筋はトリコロール状態か。この背中後ろ姿は一人三角地帯。入りました、リング内ドメスティックバイオレンス、ジェロム・レバンナ。オープンフィンガーグローブを受け取ったレバンナ、こんな薄いグローブで殴ってもいいのかと聞いたという余裕のコメント。赤コーナーより安田忠雄選手の入場です。さあ、続いて恐るべきバンナを相手に戦う、急遽指名された猪木軍、安田忠雄の登場であります。さあ、出てまいりました、リストラファイター、戦う失業者、安田忠雄だ。
かつてパチスロにも負けた CR 天才バカボンにも負けた、およそ博打と呼ばれるものに手を出して負け続けた安田が今、猪木によってまさに戦う会社構成法が適用されて、今夜の結びの一番の戦う栄誉を手にしたのであります。今までの戦いを見る限り安田、お前はダメな男だ。そんなお前が好きだ、みんなも好きだ。さあ猪木のテーマに変わった、出口のない日本、持たざる者のテロリズム。安田どう考えても、普通に考えたら勝ち目なし、それなのに K1 世界最強の壁バンナに挑んでいきます。安田が負けて誰が攻められようか、男はみんなダメだ。そんな部分をも哀愁をも背負い込んでの安田、癒し系ファイターであります。安田がリング上を見ている、シンクの闘魂タオル、猪木伝承のタオルであります。まさにバンナに対してはこの安田、生物兵器状態で臨むか。さあリングを伺いました。いよいよファイナルマッチ、ジェロム・レバンナ対安田忠雄。猪木本番、本年の最終マッチ第7試合を行います。青コーナー190センチ119キロ、ジェロム・レバンナ。バイオレンスの匂いすら漂います。恐るべき K1 が誇るジェロム・レバンナ。赤コーナー193センチ140キロ、安田忠雄。ノーガードで前に出ていくのか安田忠雄。いよいよファイナルマッチであります。猪木が安田を見ている。さあバンナは余裕しゃくしゃくか、時間の飛ばし合いだ。安田も外さない。しかしながらこの安田、バンナの左ストレートをまともに食らったらもう終わり。ノーガードで出ていくわけにはいかない。バンナ190センチ119キロ、安田193センチ140キロ、元小結び貴乃富士に安田。さあバンナとどう戦うか安田。バンナ臨戦探偵、注目の始まりだ。微妙なところで、なるほど、さあ足をかけていく安田。
それをかわしていく。チョコザイナとばかりに返していったバンナー。さあ第1ラウンドは膠着状態のままでいってしまうのか。安田さん、あのクラッチ離して、ええ、逆にバックに回るような感じでいくとバック取れるんですかね。そうですね。ロサンゼルスで安田、今回充実の稽古に出向いてタックルの基本からやり直してまいりました。闇雲に出ていくことを信条としていた安田が一皮むけた。今夜はバンナに対して一か八かの芝くての。安田がとにかく勇猛感じバンナに突っ込んでいけば、見ている男はシンパシーを感じる。おっと上だったマウント、バンナの方がマウント。さあクラッチ状態、安田、安田がしがみついてのクラッチ状態、パンチ食らったら終わり。さあ安田がしがみついている、場内どこかでまだ娘が見ている。さあ上から振り下ろす。この状態からでは頭しか投げれませんからね。そうですね、頭ではね、あまりダメージを与えることはできないですよ。かろうじて安田は防御してるわけですね、はい、さあここで第1ラウンド終了。思っても見なかった展開、バンナが上になった、安田がしがみついている。桜庭さん、はい、第2ラウンド安田はどんな動きに出たらいいんですかね。そうですね、やっぱり1ラウンド目と一緒で離れちゃうとやっぱりバンナ選手のパンチ強いんで、やっぱりくっついて倒して上になっていくしかないと思います。そうでしょうね。まあしかし角田さん、その一方のバンナも体は柔らかいし、はい、この寝技対策、テイクダウンからの流れの対策を分かってるんで、パーンと体を入れ替えてきますよね。落ち着いてましたね、ただ安田選手の前で出るプレッシャーが尋常ではないのでですね、はい、いかにいるとのバンナの一撃必殺のパンチというのもですね、下がりながら打つパンチというのはですね、やっぱり、ね、効果が半減してしまうんですよね。最終決定打にはならないと、はい、そういった意味では両軍の恩大将、石井館長、そしてアントニオ猪木、どんな心境でいよいよ第2ラウンドを見つめていくんでありましょうか。セコンドには剣舎ブロックがついているレバンナサイド。さあ安田どっかりと腰を落として、なんとしても第2ラウンドもう一度バンナに突っ込んでいって自爆手の状態捕まえて状態を上にしたい安田。かつてレネーローゼのハイキックを受けて記憶が飛んだ安田。おっと鼻血が出ている、バンナも鼻血が出ている。鼻血出てますからね、バンナのこんな表情不正を見たことがない。バンナと安田、凄まじい予想外の展開、余裕のいいところが出ている第2ラウンド。ジェロムはパンチ下から打った方がいいと思いますよ。古崎さん、前半戦ですけど、基本からは立って勝負して、で、妙談になった時はペースを気にしろっていうシーンが出てきます。ギロジンチョークの状態から、そしてマウントを取れるか。おっとハーフ、おっとハーフガードの体勢、これを切れるか。安田、しかしながら首ついていった。さっきと逆の体勢だ、ネックロックの体勢。先ほどのギロジンチョークは若干効いたか。旦那、この状態から少し隙間があると思うんですよ、さあこの状態から肩固め。さあパンチで牽制する側頭部、バンナに対して逆に安田がパンチで牽制。完全にバンナ対策を分かってきた安田の沈着冷静な動き。ハーフガードを決めているジェロム・レバンナ、さあここから膠着になっていくのか、それとも試合がいきなり動くのか。バンナが返すブリッジの体勢、あるいは腕を使ってエビの体勢からいずれにしてもスイープを狙いたい。でもレバンが返していきたい。さあギラジンチャーカー、あごの辺り、そしてパンチで牽制。これは後頭部だ、もう一度肩固め。サイドポジションを取れるか安田。さあ有能感にレバンが追い込んでいる。安田前線だ、安田の前線模様、肩固めをなんとか決めたい。バンナも太い首でなんとかそれを返していこう、捕らえようという状態。安田の首にもバンナ、ホットヘッドバットが血が見えている。血に飢えたレバンナの鮮血が見えている。安田が肩固め、首を決めていくか。あっとここで
今日も運ぶ、戦う、そして食べられる。でも愛してくれとは言わなかった。安田勝利の愛の歌、トロフィーを受け取った。勝田さん、はい、まあ、バンナも最強の布陣で臨みましたが、はい、でもチョークは流儀が違いましたね。今ね、なんかね、本当感動的なシーンでしたね。僕は安田選手と実はね、はい、一緒に練習したことがあるんですよ、はい、なのでね、彼の人となりっていうのは僕もよく知ってたんで、僕は、まあ、K-1 という立場ですけどもね、ここはジェルも敗れて悔しいですけどね、安田あっぱれと言ってあげたいですね。そうですね、はい、桜庭さん、はい、総合格闘技ルール、はい、考えに考えてはまりましたね、はい、最後ちょうどもう全体にかかったような感じでしたね、もうあれでやっぱり安田さんの体重だともう苦しくてギブアップしますね、はい、そうでしょうね。おもろかったぞ、皆さんどうもありがとうございました。崖っぷちのファイター安田忠雄、K-1 最強のジェロム・レバンナに対して渾身の崖っぷちギロチンチョーク、これで勝利をもぎ取りました。2ラウンド2分10秒安田忠雄がレッバンナをマットに沈めた。今トロフィーを持っているのはマナ娘、離婚して別居中のマナ娘がリングに上がった。安田人生最良の時、まさに人生は敗者復活、それをリング上で描いてくれました安田。マナ娘を持ち上げた。安田のど根性、這いつくばった男が見せる今時じゃないかっこよさ。戦う演歌だ安田忠雄、まさかレバンナを沈めるとは。上になったこともありました。誰もが一瞬安田万事休すかに見えました。しかし安田が勝利をもぎ取りました。総帥猪木もマラコに涙をためている。思えば安田は猪木に拾われたのであります。まさに一本刀土俵入り、戦う人生劇場安田、まさに勝利のトロフィーはまだ娘さんだったのか。安田は見事にファイナルマッチを飾りました。今安田がエプロンサイドからリングした。まだテーマが鳴り響いております。もう一度リングサイドの猪木とがっちり握手、がっちり猪木と握手を示しました。汗まみれの安田忠雄、こんなに嬉しいことはないでしょう。角田さん、はい、本当にあの隙間しか、はい、あの動き、あの攻めしか逆に言えばバンナに通用しなかったところですよね。このやっぱ人生背負って人生かけた男っていうのは強いですね。理屈じゃないですね、はい、普通だったらもうバンナがね、あっと石井館長も安田の手を上げました、腕を上げました。まあ、普通だったらですね、はい、バンナが上になった時点でね、はい、バンナの気迫に押されるところですけどね。そうですよね、安田勝利の美酒に酔いしれるように噛みしめるように今花道を行きます。結局猪木軍対 K-1 最強軍の戦い、これで猪木軍2勝1敗4分けという、そういう結果に終わりました。
もう一度安田の勝ち名乗り。ファンの声援を浴びている。桜庭さん、はい、もう一度この試合を振り返ってどうですか。うん、やっぱり初めちょっとやられちゃって、安田さんちょっと引いちゃった部分もあると思うんですけど、それ、はい、切り替えて、最後の最後にもうなんか全身全霊込めて首を押したような感じでしたね。さっき角田さんも言ったように断崖絶壁に立ったやつってのは強いですね。まあ、桜庭さん、はい、桜庭さんはシウバとの戦いで1敗1にまみれて負傷しましたけども、はい、来年期待してますから、はい、ね、また決まりました。猪木のテーマが鳴り響きました。 K1 軍にとれば1勝2敗4分け、猪木サイドから見れば2勝1敗4分けということになりました。まあ、一連の流れ総括することは角田さん難しいと思いますけども、はい、まあ引き分けが多くて、そうですね、どうなることかと思いましたけどもね、はい、まあ白星黒星ということよりもね、この引き分けがですね、僕さくしくも言いましたけど、いわゆる闘魂燃える闘魂アントニオ猪木さんのですね、生み出せばその人たちが道となると、はい、ね、この道を行けばどうなるのかと、これ格闘家今日戦った人たちがね、まあ、自分のこの格闘家としての将来を考えた時にですね、まあ、もう一歩踏み込むね、次の戦いへつなげてほしいなと思いますね。ドンフライとシリル・アビティの一戦、すさまじい戦いでありました。2ラウンドドンフライが見事にグラウンドテクニックで、そのギロチンチョークで最後はシリル・アビティを仕留めました。そしてその後6試合目、永田裕二はミルコ・クロコップのハイキック一戦、それにモノクロも崩れ去りました。そして最後は予想に反して大どんでん返し、安田忠雄がジェロム・レッバンナを下したわけであります。今年は結婚して子供も生まれたんで、現在11時12分、埼玉アリーナのこのリング上では108つのビンタが恒例によりまして大晦日恒例で行われております。果たして人生の煩悩を払うことができるか。108つのビンタを、その受けたい闘魂注入ビンタを受けたいという人々がまるで参拝客のように長蛇の列を作っているところであります。現在何十人目ぐらいでありましょうか。そして角田さん、桜庭さん、はい、まず角田さんから7試合全て終わりましたけども、そうですね、どれが一番印象に残ってますか。まず角田さんから、うん、やっぱり最後の試合はね、はい、僕もやっぱ娘がいる立場でですね、うん、なんかこう涙がいっぱい出てきてしまいましてね、そうでしょうね、解説の途中で泣いてしまわないように我慢してました。なんかこうシンパシーを感じちゃうっていうところありましたよね。そうですね、はい、桜庭さんはどうですか、はい、試合的に、僕はもう一つ一つの試合がすごい、もうものすごい緊張感があって、倒すか倒されるかっていう緊張感がもうたまらなく良かったですね。もう初めから最後まで全部良かったですね。分かってることなんですけども、もう一瞬の隙も見逃せないってやつですよね。そうですね、はい、あっという間に終わったり長引いたりね。さあ、それではですね、メインイベント予想外の展開といいますか、安田がレバンナを倒したその一戦をもう一度振り返ってみたいと思います。どうぞ。余裕のいいところが出ている第2ラウンド、ジェロムはパンチ下から打った方がいいと思いますよ。古崎さん、ゲームアンサーですけど、はい、基本からはパッとしようですね、はい、で、妙談になった時はペースを気にしろっていうシーンが出てきます、はい、ギロチンチョークの状態から、そしてマウントを取れるか、おっとハーフ、おっとハーフガードの体勢、これを切れるか、安田使いながら首ついていった。さっきと逆の体勢だ、ネックロックの体勢、先ほどのギロチンチョークは若干効いたか、旦那この状態から少し隙間があると思うんですよ、さあこの状態から肩固め、さあパンチで牽制するソフト部、バンナに対して逆に安田がパンチで牽制、完全にバンナ対策を分かってきた安田の沈着冷静な動き、ハーフガードを決めているジェロム・レバンナ、さあここから膠着になっていくのか、それとも試合がいきなり動くのか、バンナが返すブリッジの体勢、あるいは腕を使ってエビの体勢から、いずれにしてもスイープを狙いたい、でもレバンナ返していきたい、さあギロチンチャーから顎の当たり、そしてパンチで牽制、これは後頭部だ、もう一度肩固め、サイドポジションを取れるか安田、さあ
桜庭さん、はい、まあ思わず総帥猪木も上がって、はい、抱きしめてましたよね安田をね。最後やっぱり安田さんがこうキュッとこう締めてくれて、すごい大会としてもいい大会だったと思います。角田さんね、はい、再三申し上げていることですけども、はい、本当にバンナが相手ですから、安田を主軸で考えた時には、はい、本当に勝利の隙間ってのは狭かったと思うんですよね。そうですね、あそこを縫っていったということは、はい、テクニカルな部分で言えばですね、はい、下手なタックル効かないというか、逆にもうとにかく刺していく、とっ捕まえるということしかなかったわけですね。それしかなかったと思うんですよ、はい、でそれがハマった、はい、でバンナ返しましたよね、はい、でどうかなと思ったんだけど安田耐えて、はい、バンナは返した時点でね、ちょっと油断したんじゃないかなと思いますね、こんなもんかっていうふうにね、だから彼自身もやっぱし今回の敗北で、それまでこの戦いをですね、彼はこの戦いに対して否定的だったわけじゃないですか、あんなものは要するにションベンだと、格闘技じゃないとあんなものは男のやるもんじゃないというふうに、それは彼がですね、今日一旦このどん底まで叩き落とされたと思うんですよね、というのが。ここからもう一回ジェロムが這い上がってくる気持ちがあればですね、それはそれでまた本当に手もつけられないジェロムになってね、生まれ変わってくるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですよね、はい、まあ、いずれにしてもこの本当に一つのジャンルで強いというジャンル、そして各選手、はい、それが本来ならば相入れないジャンルがぶつかることの難しさと大変さ、はい、で当然これはもういろんなことが起きてくるんですよね。よくその野球とテニスが試合をするようなもんだという例えがありますよね、だからそういう意味では今日は本当歴史的な日になったなという感じがありますね。幾多の障害というかいろんな問題を乗り越えて、はい、とにかくやってみた、はい、できたということですからね、はい、そうなんですよね、まあ、そういう意味ではですね、ちょっと K-1 サイドということで角田さんに聞きたいのは、はい、クロコップ、はい、面目躍如 で、 そうです、ね、相変わらずの総合格闘技ハンターですよね、本当ミルコはね、見てて頼もしいです。安心して見れますね。そうですね、はい、ですからミルコと戦わせたい選手っていうのをいっぱいいますよね、はい、はい、あとはアビディですよね。アビディがね、やっぱり喧嘩と格闘技は違うんだよっていうことをね、はい、今日実感したんじゃないですかね。まあ桜庭さんね、はい、まあ、自分も同じ立場だからよくわかると思うんですけども、はい、本当に予想外の経験とか、はい、苦しい経験とか他流試合とかいろんなことやっていくと、はい、選手っていうのは自分でもびっくりするぐらい一回り大きくなる瞬間ってあるんじゃないですかね。そうですね、やっぱり勝った時よりも負けた時の方がいろんな勉強ありますんで、そこで自分の弱い部分をこう補っていけば前の自分より絶対強くなりますんで。角田さん、この桜庭選手のコメントは重みありますよね。はい、そうですよね、前回の、ね、桜庭さんの戦いを考えるとね、はい、僕もやっぱり桜庭ファンとしては本当に頑張ってですね、日本の格闘技界を牽引していってもらいたいなと思いますので、そうですね、僕らはなんか後方支援をなんかいろんな形でやってきたらなと思います。そうですね、はい、さあリング上依然として108つのビンタが続いております。顔面を張るたびに何か音が聞こえてまいります。まさに108つの煩悩を取り払うというアントニオ猪木、去年から大晦日恒例となりましたその108つの闘魂注入ビンタ、人々が自分のやる気を最大限に湧き起こすために猪木にビンタを張られて、それをきっかけにして己のまた確固たる人生を歩みたいという、さらにはまたこのカウントダウンが近づいてきたこの時間帯で考えると、まさに間もなくやってくる新たな年への吉凶を占う意味でも弾みをつける意味でも、この猪木のビンタを受けたいという心境なんでありましょう。相変わらずこのバシッという音、除夜の鐘ならぬ猪木のビンタの音がこの埼玉アリーナにこだましております。全ての試合が終わっても全く帰るお客さんはいません。猪木に徹底したそのビンタを受けて大喜びしております。まさに戦いの参拝客、自分もそんな気分になりたいことでありましょう。注目されてましたこの猪木軍対 K-1 最強軍の戦い、本当にお二方解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここ埼玉アリーナからそろそろお別れします。ごきげんよう、さようなら。
ディは瀬賀、長谷へアースセイヤ、日産自動車、エドウィン、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。